内山交渉労使提唱消防現像現状公案第2回昭和61年1月18日今日五条総選時にて収録。はじめから消防現像現状公案処方の仏法なる理説すなわち名護あり修行あり生あり死あり諸仏あり衆生あり万法ともに我にあらざる自説惑いなく悟りなく諸仏なく衆生なく生なく滅なし仏道元より封建より超出せるゆえに消滅あり名護あり諸仏あり。しかも核のごとくなりといえども花は愛席に散り草は危険におうるのみなり自己を運びて万法を主生するを命とす万法を進みて自己を主生するは悟りなり名を代護するは諸仏なり後に代名なるは主生なりさらに五条に特護する感あり命中有名の感あり諸仏のまさしく諸仏なるときは自己は諸仏なりと各自することを用いずしかあれども諸仏なり仏を称し持てゆく信心を起こして式を検守し信心を起こして称を聴取するに久しく会首すれども鏡に影を宿すがごとくにあらず水と月とのごとくにあらず一方を称するときは一方は暮らし仏道をなろうというは自己をなろうなり自己をなろうというは自己を忘るるなり自己を忘るるというは万法に称せらるるなり万法に称せらるるというは自己の信心他己の信心をして脱落せしむるなり五尺の九穴なるあり九穴なる五尺を長長室ならしむ人初めて法を求むるときはるかに法の偏在を離却せり法すでに己に昇殿するとき速やかに本分になり人船に乗りてゆくに目を巡らして岸を見れば岸の移ると誤る目を親しく船に作れば船の進むを知るがごとく信心を乱走して万法を伝行するには自身自称は成就なるかと誤るもし安利を親しくして懲りに帰すれば万法の我にあらぬ道理明らけし滝には灰となるさらに帰りて滝にとなるべきにあらずしかあるを灰は後滝には先と検守すべからず知るべし滝には滝の方位に従して先あり後あり前後ありといえども前後裁断せり灰は灰の方位にありて後あり先あり他の滝に灰となりぬる後さらに滝にとならざるがごとく人の知るる後さらに小とならず、しかあるを小の死になると言わざるは仏法の定まれる習いなり。このゆえに不小という死の小にならざる法輪の定まれる仏典なり。このゆえに不滅という小も一時の位なり死も一時の位なり。例えば冬と春とのごとし、冬の春となると思わず春の夏となると言わぬなり。マスコ。この前もう万法進みて自己を主張するは悟りなりというとこまで読んだわけですが、もう一度初めからですね、この前お話したところで、ことに大切な要点だけを繰り返しながら今日の話に続けると思います。その
誰が言い始めたか知らないけど、この現状公安の巻のね、初めの三段ですね、諸法の仏法なる自説、ありありありとか、それから万法我にあらざる自説、なしなしなしと、あら仏道をもとより法権より超出するにまたありありありと、この三段がね、特にその仏法の極意を言ったような段でね、もうこれさえ分かればもう仏法の極意が分かるんだって、そういう言葉をね、私今までに何人かに聞いたことある。誰か言い始めたんだね。それでそういう言葉はそのみんなインスタントっていうのが好きだからね、それであこれだけかって言ってだけで、このみんなそういうつもりになってるらしいけれど、決してそんなことはない。いや確かにこの三段の初めの三段は大切なことは大切だけれど、これで、ね、仏法の全文を説いたっていうのはね、仏法の全文はそれは形成三種三式ね、何でもかんでも仏法の全文説いてんだ、何もこの三段に書いたことない。でこの三段だけで現状公案全部説いてるっていうかちょっとそうじゃない、現状公案はこの巻全体を通して現状公案を言われてんでね、でその決してこの三段だけが全てっていうを言うってことはないってことね、これははっきり言っておきたい。それっていうのはね、この初めの三段のね、あれはありありあり、なしなしなし、またありありありってね、いかにも文章としてね、その同一平面でこうあれですね、同じ形で並列されてるでしょ。だからここがこの三段を一つのことを言ってんのかと思ってあれするとね、そこが違うんだ。これ初めの諸法は仏法なる自説って、これ仏法が書いてある。万法ともに我にあらざる自説、万法っていうのはまた仏法っていうことでもあるんだね。この一切法は仏法なんだから、でここも仏法の話が書いてある。それに対して第三段は仏道もと言われて仏道のことが書いてある。でその主題がテーマが少なくとも違ってんだってことを知らなくちゃいけないね。ところが今の日本仏教の人ね、仏法とか仏道とかっていうのに対してね、それは口では言えんこっちゃっていうの、それがまかり通ってんだ。ほいで口では言えんこっちゃっていう限りは仏法と仏道とってのはごちゃ混ぜなんだ。まあきっと私の子供のこの東京弁じゃごちゃ混ぜっていうね、佐々木浪士に言わせればべちゃこっていう、どっちがあれなのか知らないけど、とにかくべちゃこごちゃ混ぜなんだ、仏法も仏道もね。そうしてみるとその仏法この三段は同一平面の話として、もう文章が三つ同じように並列されてるからね、一つのことが書いてるのがあるんだと、こういうことになっちゃう。ところが道元禅師ご自身がだね、仏法と仏道とごちゃ混ぜであったんならそれもいいけれど、道元禅師はその辺ちゃんと仏法と仏道とってね、使い分けられてるということね。これをこれ読んできゃ分かるのだからこの3つの文章ね、同一平面の話として見るとね、ここに 何が何だか不思議な話になるんだね。で不思議だからまた何か深いことが書いてあるとこう思うんだ。日本人ってのはそういう癖があるのね、分からないと何かありがたいってね。しかしながらね、このあれですね、この深いこの段ね、深
深い話が書いてあるには違いないけれどね、この仏法と仏道の意味さえも知らないで、それでそのただいわゆるの混沌感情ですね、混沌とした感情でもって何か深いありがたい話が書いてあるんだってこうそういうふうに思うのね。これはちょうどね、あの霧がね深く立ち込めてて、これでなんかだからそこに奥行き深いねその神秘があるみたいな、これ京都のあの天候はそういう風だ。それでだから京都は全てこうあのまあ大原の三千院一つにでも行ってみりゃいかにもそこに深いようなね気分があるもの。だけどこれ霧が晴れてみると何でもないゴミくただったってことが多いんだね。そうでない本当の深さっていうのはね、そういう無知の霧ですね、無知の霧を吹き払ったところ本当にこう底知れぬ深さっていうね、大空のような深さ、これが本当の深さ。この霧が立ち込めてて、無知の霧が立ち込めてて何かそこにありそうだって、こんな混沌感情でもって深いと思ってるのは、これはあのあれですね。ところが今のその禅の話っていうのはいつでもそうじゃない、その東洋的冷静っていうのはなんかそこにその東洋的冷静とは何かってはっきりさせないんで、それでなんかそこにもやもやっとしたね深さがあるように考える。これはもうこっち側のあれだ、混沌感情なんだからね、これはおのおのそのおのおのの混沌感情で深いって言って感心してるだけの、そんなもんじゃない。その無知の霧を本当にすって吹き払ったりたところ初めて本当に底知れないその青空のような深さ、それを知らなきゃ。それでその今無知の霧を吹き払うっていうのはどういうことかっていうと、仏法とは何か、仏道とは何かって、まずそこからはっきりさせることですよ。ところが今までのあのどの本読んでご覧になってもわかるだろうけれど、仏法とは何か、仏道とは何かっていうのははっきりそれをその文字出してねあの書いてある本は全くない。それでそれこそその口では言えんこっちゃってそれで口では言えんこっちゃって、それは口じゃ言えないんだ。しかしながらそれでもって混沌感情をのさばらせていいもんじゃない。混沌感情をのさばらせるところにはね、やましが横行するもの、ありがたそうな格好をしてる盆さんっていうのね、こんなのまた横行するもの。私はまあ私の一生でもってそういうやましっていうのをね、なで切りにするっていうそういうつもりでやってんだからね。でそうでない、本当に仏法とは何かってその取り上げてこなくちゃ。でこの仏法とは何かって、道元禅師自身がどういうあれでもって仏法っていうことが使われてるかってことね。それでこの前も言ったように、仏法はまさに自他の見をやめて学するなりとね、これが弁道話の言葉だ。自他の見をやめて学するんで初めて仏法になる。心がだ、自他の見をやめられるなら問題はないわ。ところがこれ我々生きてる限り人間の頭が働く、人間の頭が働く限り俺は俺だ、他人は他人だ、世界は世界だと自と他と分かれちゃってるじゃない。それで自他の見をやめるってことはできないなって私つくづく考えたんだ。そうすると自他の見をやめて学するっていうのはどういうことか、要するに自他の見のやんだ地盤ってことだね。
確かにこれ自他の県の病んだ地盤はあるね。例えばこの前話したようによく熟睡しているときね、これは自他の県を病んでちゃう、俺っていうことも考えていないし、この世界っていうことも考えていないし、とにかく全てを病んでるっていうときね、そういうときでもその確かに我々息してるんだね。1分間にいくつの割で息して、そして翌朝目が覚めてみたらちゃんと生きてた、死んでない。そしてあれですね、とにかくこれそうしてみると、この自他の剣の病んだっていうね、病んだ地盤で我々生きてんだっていうことを知らなきゃ、俺が胃袋働かしてんだってこう思わなくても胃袋は働いてんだし、まあ肝臓は肝臓として働いてる。いや肝臓って言ったって お医者さんがさ、あれその解剖したりなんかしてあれするから肝臓ってことは言葉は知ってるけど、私自身肝臓ってのは見たことないんだし、それであった肝臓が悪いって言われたって肝臓はどこにあるんだか知らないんだし、そういう調子でね、実際知ってようと知っていまいと肝臓は肝臓で働いてんだし、だけどもう私自身生きてるっていうのはそういう自他の剣の病んだ地盤で生きてんだ。この肺、私はまあ肺病だから肺が一番あれだけどとにかく生きしてるっていうのは不思議だなってつくづく思うのね。ちょっとあれすると、息が苦しくなる。そうするとまあ何ともしない思わないでいつでも息してるってことはこれは不思議なことだなって思わざるを得ないもの。それで要するに頭を働かそうが働かすまいが、自他の剣を持とうが持つまいが、思っても思わなくても信じても信じなくても絶対事実としてね、根本的にはそういう自他脳症、その分かれる以前のところで生命実物として生きてんだってことですね。そういう自他脳症の剣の病んだ生命実物地盤が仏法っていう地盤だ、結局はね。いや我々が何か頭働かして思うという限りね、もうそこじゃ必ず自他脳症のあれが働いてるわけですね。そのしかしながらそういう思うそのこと、思うということは一体どっから湧いてくるんだ、これはもうやっぱり自他脳症分かれる以前のその生命実物地盤だ。でそういうとこからこう思いも湧いてくるんだし、呼吸もするんだし、体そのものもその生きてたね。いやそういうふうにその思いが湧いてくるのは、その思いの湧いてくる以前の生命実物地盤ってこうそういうふうに考えるっていうのはそれは考えじゃないですかとこうまた言う。しかしなそういう考えがまた生命実物じゃないかとこういうこと言えんね。ところがそういうふうに考えるのもこれは考えだ、いやそうでない、その考えるのも実物だとこういうふうに、これはもう無限に言い得ることだ。ところが今あれなのはとにかく自他の剣をやめて学すること、自他の剣をやめてそれで生命実物として、 それが仏法、それが道元禅師の言う仏法はまさに自他の剣をやめて学するないってことです。それでそういうふうに
その自他猛暑の剣の病んだ生命実物地盤で、だから例えばよく寝た挙句でもその前盤から続いて息をしている、それから生きていた、死んでいなかった、また目が覚めたら昨日の続きの煩悩をまた悩まなきゃなんだ、昨日の続きの借金を返すためにまた今日も働かなくちゃなんないって、俺みんなそのありありありだわそれがね、その諸法の仏法なる自説、これは生命実物地盤で見たところでも、すなわち名護ある、修行ある、諸あり、師ある、諸仏あり、修行あり、これは結局ね、第一弾のね、あれはあの仏教の仏教用語で言えば諸法実相ってことを言ってるんです。しかしながらそういうふうにあるって言っても、生命実物としてあるっていうことはね、決してね我々が頭で考えるような概念的なその実在じゃないよね。概念的実在っていうのはどうかっていうとね、その一つの観念的なものです。その例えばね、大和魂は不変であるって言ったらそうだ、大和魂っていうね、これはあの戦争前はそう言ってたもんそれは不変だ、大和魂っていうの、その大和魂が大切と思ってたのは戦争前、しかし戦後は大和魂がくだらないと思うしかし大切と思う、これが何より大切という時代と、それから大和魂はくだらないという時代とって、その、変化はあったけれど、大和魂という概念そのものは続いてるわ、考えるところにそれはあるんだから、そういうのが概念的実在というのね、あのこれあれですね、あの私も学生時代ギリシャ哲学ちょっとやったことあるけど、ギリシャ哲学っていうのはあれなんですね、存在っていうのね、我々存在っていうと少なくともこう目で見え手で掴みうるものね、これが存在だと思う。ところがあのギリシャ哲学ではそういうものは生成するものだ、どうせこれこういうねものはあのガラスなんかでも火にあれすら溶けちゃうんだ、でもこの形はなくなっちゃうんだね、それでそういうのは実在するものじゃない、あらゆる目で見え手で掴みうるものは実在じゃない、そのそれに対してその一つの形ですね、あの形式ですね、フォルムっていうけど、これはあれだ、例えば中心から遠距離の点の軌跡って言うと円だ、これで丸いものっていうのはもうみんなあの生成するわ、しかしながら中心から遠距離の点の軌跡っていうね概念的存在である、それはあの壊れない、それでそういうのはね あれなんですね、実在って呼んでるわ、概念的実在ってのはそういうものですところがね、今生命実物っていうのはね、あり方はそういうね概念的実在のようなそのあると決まったもんじゃないんだ、みんなで本当に生きてるものっていうのはね雲のようなもんだそのある時には現れる、はっきり現れる、しかしない時にはまた跡形もなく消え失せるっていうのね、だから本当にそのそれを仏教では諸法無我っていうね、あの無我って言って我がないっていうんじゃない、我っていうのはいわば、実体的なことを我っていうね、そういう実体的なものはないっていう、でこれ
第一弾の話は処方実相の話だし、第二弾の話は処方無我の話です。ところが本当の生命実物っていうのは、そのある自と他と、それから脳と諸とって分かれる以前、そうするとね、うと無と分かれる以前なんだ、あるとないと。だからあるあるって言ったらね、あると言っても当たらない、ないと言っても当たらないんだ。だから切字一物即不中って言葉あるけどね、なんかこう一物をその切字しようとしても当たらない。しかしながら今度あるそのあるとないと分かれる以前というのは、あるって言ったらね、何から何まであるんだ。でまた同時にないって何から何までないんだ。それでその切字一物即中、主将はなきにある、すなわち善なすることは意地だ。あるってやある、全部ある。しかしないってやる、全部ないんだ。それでそれがね、そういう処方実相、処方無我で、それ何かって、その根本にあるものは生命実物の話なんだと、それを知られた、ね、で、つまり第一弾、第二弾はそういう生命実物、仏法の話ですね。それに対して第三弾は仏道。この仏道っていうのはね、一体何か、これ道元禅師の言葉でもって注釈すれば、この学道用人書にね、ただ仏法のために仏法を主する、すなわちこれどうなってね、つまり生命実物のために生命実物を主する、これがこの仏道。例えばね、自動車運転の場合、車に乗っているから車として運転するというのは、これがあれだ。ところがその我々今その車に乗ってるから車として運転するというのが、これ運転ですね。それと同じように、今仏道というのは生命、我々生命実物を生きてるから、それで生命実物として運転する、これが仏道だね。ところがあれですね、この車運転しながらね、こううつらうつらしてさ、そしてそのうつらうつらって、このうつらうつらっていうのね、座禅で眠るとき、あれでよくわかるけど、座禅しながらね、このまあ10分や20分の座禅ならもその辺が問題ないけれど、ずっと続いて座禅してるときにね、ふっとこうね、なんか思い浮かんだときはもうちゃんと寝てるんです。それでそのそれは夢見てるんだね。で俺は起きて、一生懸命起きて座禅してるぞと思って、そういうことを思ったときにはもう寝てる。その時に強制でパッて笑われて、わーって俺は寝てたのか、そうだそうだ、外から見りゃグラ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 してる、グラ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 しながら、しかしやってる当人としては、俺は一生懸命座禅してるんで、強制持ってる巡行がその俺を狙って叩こうとしても、叩けやしないんじゃないかと思って、思いながら寝てる。その夢っていうのはそんなもんだ。それで今自動車運転しながらでもね、これあれですね、ふーっとこう頭に浮かんだ時ね、その時は寝てる。それで頭に浮かんだようにこう運転したら、これはもう危ないに決まってんだ。それでそのところが、今我々の生命実物運転っていうのもそうだ。我々生命実物を生きてんだから、生命実物として運転しなきゃなんないところだんだけど、ところがこの生命実物たる頭、この頭が問題なんだね。
我々頭を持ってるってことは生命実物ですよ。ところがその頭がいろんなことをね、天地いっぱいならざるそのことを考えるんだね。いつでも女が欲しい、金が欲しい、名誉が欲しいってそれで女にフラフラ、その金にフラフラね、ギャンブルにフラフラ、それから悟りにまでフラフラしてるやつがいるわけだ。なんとかして悟りが欲しいと思ってる。これ悟りっていうその幻影にね、夢見た幻影に振り回されてる。ところが本当の仏道っていうのはね、今の生きは今しなくちゃなんだ。これ結局今の生きは今するっていうね、骨を持って覚めるんだね。だからね、第1弾では諸法実相でありありありだから、第2弾では諸法無我でなしなしなしだ。で、第3弾では生命実物運転だ。生命実物として生きているから、生命実物として運転していく。それがこれ具体的な実際的な生命実物運転だから、だからこれはまたありありありだ。で、だから文章としては同じような形で書かれているけれど、内容としては決して並列的なもんじゃないってこと、これはよく知って、その注意しなきゃいけない。そして次の、しかも格のごとくなりといえども、花は愛席に散り、草は危険に負うるのみなり。これもね、今までの注釈書ではね、大体上の第3弾、仏道元より法権により超出せるゆえに、消滅あり、名誉あり、消仏あり、しかも格のごとくなりといえども、花は愛席に散り、草は危険に負うるのみなり、そこまでを第3弾として読みます。文章としては確かにそういう形なんです。とにかくね、道元禅師は文章が非常に微分化なんだからね。それで文章のその形、文章の美しさに惹かれちゃって、このこう 迷わされちゃうけど、本当にここに言われている意味、内容としてよく読んでみると、この花は愛席に散り、草は危険に負うるのみないというのはね、むしろ次のね、自己を運びて万法を主唱するを名とす、万法を進みて自己を主唱するは悟りなりと、そっちの全文として読むべきだ。つまりね、全ては二つに分かれる以前の生命実物でありながら、そこに名語あるいは諸仏主乗というね、二つのものが現れてくる、相対的にこう現れてくるね。その現れ方はっていうと、花は愛席に散り、草は危険に負るのみなりと、こういうことなんだっていうね。そういうふうにこのこちらの態度そのもののところに現れてくるんだっていうね、そういう関係的あり方なんだ。そういうふうに読むと、このところ話の運びがよくわかる。で、ところでね、自己を運びて万法を主唱するを名とする、万法を進めて自己を主唱するは悟りなり。で、ここで自己っていうのね、これはあれなんですね、人一切自己だ。この天地いっぱいのどこか生きている生命実物としての自己です。ところがその自己を、今も言ったようにその自己の天地いっぱいからのね、自己の頭を持ってるもんだから、その頭からね、はなはだその天地いっぱいならざる思いが湧いてくるんだよ。それを
そのだからいつでも金とか女とか地位とかって言ってね、そんなことばっかり考えてる。そのこれは、まあ、頭の分泌物だね。分泌物、それにその事故を運びてな、万法を首相の万法を首相するっていうのは万法を処理しようと思う。そしたらこれはどうせ迷いか。だからまあ私の意訳のとこちょっと見てください。その第4弾のね、しかもこの場合花は愛惜する心の手前に散り、草は危険する心の手前に繁茂するで、というふうに全て人間的頭の中の関係においてそのあり方が現れると。これまあ括弧したところは私がこの道元禅師が省略されてるところをね、まあ意味として表補ったつもりだ。で、事故を押し出して事故の思惑通りに万歩頭手放しの人海生命実物を処理しようとするのは迷いである。万歩頭手放しの人海生命実物の在り方としてこの事故を生かすのは悟りである。まあそういうふうにしたわけですね。そこまで、まあ、この前読んだところです。それでその次、その名語、名を代語するは諸仏なる、悟りに代名なるは衆生なる。この名語はね、そういうふうに生命頭の中の風景として現れてくるんですね。現れるってくることは現れてくるけれど、それはね、頭の分別する頭の手前でしかない。で、生命実物としては名と語と、その二つに分かれる以前の生命実物なんだ。この結局ね、我々あれですね、本当に生きてるのは悟りと迷いと分かれる以前の生命実物として我々誰でも生きてる。で、その悟りと迷いとって二つに分かれる以前の生命実物に覚めるのがこれ諸仏だ。だから名を代語するは諸仏だ。で、ところがそのあれですね、実際問題として我々人間としてね、生きてる限りその迷いってもことはなくなるはずはないもの。これいつでもね、我々こう生きてるってことはね、あれかこれかってね、あれかこれかをいずれかを選択しながら生きてるんだからね。だからあれ神明ホッケ天っていうのがあったね、あれと同じように心迷えばホッケに転ぜられるんだ。で、とにかくいつでも迷い迷いのところで生きてるんですね。それでしかしその根本迷い迷いの中で生きているんだけれど、その根本的狙いはね、結局あれかこれかって考える頭はね、もうこれはどうせ頭の分泌物だから、これ頭そういうふうに分別する思いは頭の分泌物ってこう見渡すことね、見渡して、そうして頭手放しにして刻々のその展開する風景に応じて生命運転していくということは、つまり迷いさえも名語を超えた生命実物として代語していくこと、覚めること、それが諸仏。これ諸仏って言っても毎度言うようにね、
決して過去のそのお釈迦さんとか文殊さん、お薬師さんとか過去の他人を考えちゃダメだ。そうでない、刻々私が生きている刻々のところに生命実物に覚めるっていうところが諸仏ですよ。だから今座禅して生命実物に覚める、それが諸仏だ。それでこれまあだから諸仏の仏法の証文は座禅だ。これに対してですね、今生命実物を生きながらいつでも頭の分泌物に振り回されて、そして生きてるのは、これは悟りに大名なる修行だ。あるいはなんとか悟りを開きたい、悟りを開きたいって、これもね、その間悟りさえも自分の思惑内にこう手ごめにしようとしてるんだね。俺は悟りたいって、そういうふうに悟りをこう自分の手ごめにしたいと思う。これも悟りに大名なる修行だ。俺悟ったっていうか、これももちろんその悟りに大名なる修行だね。俺も悟りを俺ってやつに手ごめにしたんだからね。だからさらに五条に徳をする感あり、名中異名の感あり。今名を代語する、だから生命実物に覚めるって言ったけれど、これが決してね合格不合格の話でないってことはよく知らなきゃ、まあね、よし何時は悟ったってそんな合格、あ俺は悟ったんだって言って合格したってね、そんなつもものじゃないんだ。だから合格不合格の話でない。生命ってやつはね、どれほどっていうね、メモリがつかないのが生命ですよ。いや今私のこうあれでその合格不合格でない話でね浮かぶのはね、まあ私が最近出した共に育つ心っていうのにも書いたけど、今の時代ね教育でね大切と教育理念として大切にしてるのはね、仲良くすることなのか、あるいは戦いに勝つことなのか、喧嘩に勝つことなのか、どっちを大切にしてるんだ今の教育は。俺幼稚園の子供、小学校の子供でも仲良くしなさいよって言いながら喧嘩に負けて帰ってくると、なぜ負けて帰ってきたって言われたらね、親これじゃ困るって思うじゃん。俺勝ってくることをまた大事にしてたね。要するに勝ってそして仲良くしてるならそれならいいと思ってんだよ。だけど そんなんだったら負けて仲良くされてるやつはどうするんだその点ね、子供、幼稚園の子供や小学校の子供でもおかしいなと思ってるに違いないと思う。いわんやもう高校生あたりになってくると学校のあれじゃ、なんといっても大切なのは、これからの時代に大切なのは国際平和であるって、まあ、先生や社会のあれで抗議するに違いないと思う。それと同時にまた国際競争条理にの勝利を得なきゃならないと、またこれそれどころかすぐあれだね、受験勉強一つでもこのライバルは消せってそのくらいのあれでもって、これ実際としてはそのいつでもライバルは抹殺しなきゃならないと、こうそういう ところに立たされていながら、これからの時代大切なのはその国際平和であると言われたってね、これ高校生あたりみんなこれ
まだ彼らはね、口じゃ言えないんだ、ね、それを口で言うようになるのは、まあ私ぐらいになんなきゃ言えないんだ。だけど彼らの間でこのなんかモヤモヤしてるんだと思う。それでね、その辺の狙いがね、一体今の教育どっちをどうするんだ、そういうその二律背反の中で、教育はどっちを本当に教えようとしてる、何を教えようとしてんだ、この教育理念が今の時代ないじゃない、全くない。それだからその方向がグラグラしてんだね。国際平和が大切だって言うかと思うと、競争に国際競争に勝たなくちゃいけないと思う、グラグラしてる。その辺ね、仏法っていうのははっきりしてるんですよ。大切なのは本当の大人になることだ。もちろんね、その争ったり人を蹴落としたり殺したりしていいことはない。しかしながら同時に、そういうただ獣みたいな人間の餌食になってね、そういう獣を増長させていいこともない。そうでしょ。そうとすると一体どうなのか。これはね、本当の大人の目を持って行動することだ。決してあれかこれかっていうね、コンピューターでもってことのがすぐ問題じゃないんだってことです。本当の大人の目を持ってそれをどうするか。何しろ人間中、人間の生命力にはね、その欲望っていうのはアクセルもあるんだ。自動車に例えだね。それから自制っていうブレーキもある。それから逃げるとか防ぐとか抵抗するとかね、そういうハンドルもある。そういうのを自由運転していくっていう大人の目を持たなくちゃなんだよ。で、進むときには進み、にとどまるときにはとどまる、逃げるときには逃げ、防ぐべきは防ぐ、抵抗すべきは抵抗するとね、これ大人として行動しなきゃ。で、これどうしなきゃなんないってことはないんですね。そのこれどうせね、どうしなきゃなんないって話じゃなくて、あれかこれかの話じゃなくて、いかにその大人って、これはだから深さの話ですよ。生命ってのはだから深さなんだ。みんなそのあれかこれかってコンピューター、そういうのはコンピューターで済ませればいい。しかしコンピューターそのものを操るのは、そういう深さを思った大人の目でその操縦しなきゃいけない。で、最も根本的なことを言ったらね、それはお釈迦さんが言われるけど、恨みは恨みによって沈まる、恨みは恨みをやめることによってのみ沈まる。これは根本的なことだ。例えばお釈迦さんがね、釈迦族、お釈迦さんのお里である釈迦族がね、その滅ぼされたことは滅亡した。その時お釈迦さんの一族、釈迦族のその有能な人はみんなお釈迦さんの弟子になっちゃった。それだから釈迦族は、まあ、本当に力がなかったわけだ。それを瑠璃王にいっぺんに滅ぼされちゃった。その時お釈迦さんが、何瑠璃王のやつってね、おっとりやから掴んでね、そして瑠璃王にその報復に行ったかっていうと、そうしなかったね。そうでなし、ただ我頭が痛むって言ってたら、じっと座禅してられたっていう。それなればこそ仏法っていうものがそこに存続したんだ。あれ
そのお釈迦さんが騒ぎろしめた。アーテモンであって。それで何するよ俺はつって言ってね、そのおっとり刀取って、そして瑠璃王と戦ったら仏法そのものは今今日に残っちゃいない。それをじっとその恨みや恨むことによって静まらず、恨みや恨みをやめることによってのみ静まるってね、お釈迦さんがじっとしておられたからこそ仏法ちもんもの残ったわけだ。そしてまた今日我々熱能する一切修行のために大きな少量の影を、その涼しいね影を、その仏法っていうのはね、仏教っていうのは残ってるわけです。だからこれの恨みや恨むことによって静まらず、恨みや恨みをやめることによってのみ静まるって、これはもう決定的なことであるに違いない。しかしながらそれじゃあそれすぐできるかってね、これできやんな。平和運動してってそれでことが済むもんじゃない。平和運動って平和運動でまた仲間割れてんだからこれそう話は簡単でないですよ。ホストイいや早い話が、私なんかあったカブーンと飛んできて、それで吸ってる、恨みや恨むことによって静まらず、恨みをやめることによってのみ静まるって言ってじーっと見てるって、そんな場合じゃない、パンとすぐに叩くもん。これね、これが実際だ。しかしながらそんなような私でも、いざそのそれいつでもそうかってそうでもないと思うんだその例えばどうしてもこの時こうしなきゃなんないと思って、そして一切修行のためにね、私の体投げ出すこともないとは言えないと私は思うんだね。これはもう深さですよ。その簡単にね、あれかこれか、平和が大切、いや勝つことが大切って、そう簡単に決まらない。これもうその時そう生きてるってことだ、そういうことだ。それでさらに五常に徳をする勘あり、命中不明に勘あり。とにかくね、我々は命と五と二つに分かれる以前の生命実物を生きてる。だからこの生命実物を生きておればこそ、なお生命実物として生きるっていうね、これには限りない深さがある。決して普通に考えられるようにね、その悟りってや向こう側にある平面的なものを神秘的直感でパッと悟って、あ悟ったっていう、ね、そんなね、その簡単な子供っぽい話じゃないんだ。平面的な話だ。悟るか悟らないか、あれかこれかって、そういうコンピューターの話じゃないんだ。で結局どうかっていうと、自己を生きるのは自己以外にないんだ。それで向上するのも自分持ち、堕落するのも自分持ち、悟るのも自分持ち、迷うのも自分持ち、五常徳をするのも自分持ちだし、命中運命も自分持ちだ。で、それはもう外からその観察したり、あるいは測定できるもんじゃないもん、そういう生命の深さは。刻々今どれだけやるかって、それは深さだからね。あれ俺はここまでやったって、そんなね、その観察し測定できるもんでない。そこでその次の諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと各地することを用いずとこう続くわけだね。
で普通はね悟りと迷い諸仏と非情っていうの、まあ、対立的に半々の話だと思ってるんだ。半分つうので、どっからどこまでは迷いの修行、どっからどこまでは悟りの諸仏ぐらい考えてんだね。ところが生命っていうものはそんなもんでない。今も言う通り、悟りも迷いも諸仏も修行も全て皆その生命実物っていう。それで要するに名語諸仏修行というそういう相対的な2つのあり方、それぐるみ生命実物としてだってね、そういう生命の実物に覚めるという、それが悟りでもありその諸仏でもある。だからそういう半々の話でなし、全文の話だ。この全文の悟りの時は全文悟る。これはその俺は諸仏だってこう各地するね、そのこう自分が自分を離れて自分を見るっていうのはね、そういう余地はないもの。ただその事実として生命実物を生きるのがその諸仏である。諸仏はただ諸仏を生命実物をしていくだけだ。俺諸仏、俺悟ったってそれはそういうふうなことを考えるのはね、本当に滑稽なことって、ね、この頃滑稽っていうことはあんまり言葉として言わないけれど、滑稽ってことは面白いけど、滑稽って言葉そのものが面白くて私好きだねだけど本当に俺諸仏俺悟ったってこれ滑稽だ、ナンセンスって、ね、で実際に我々座禅してて、座禅には的中はないっていつも私が言うけど、これ的中ない。座禅して俺座禅にいい座禅になったって言って言うのは、俺座禅いい座禅になったとこう思ってることであって、もう思ってる。で座禅してんじゃない、もうそれで滑り落っこっちゃう、それで滑稽っちゃう滑稽っていうのは滑って考えるっていう字を使うんだね。だからもうちゃんと滑って、しかあれども小仏なり仏を小心持っていくと。だからこの私の訳をちょっとさっきの続き読みますと、要するに名簿は実体的にあるものではなく人間的頭の中で関係的にあるのでしかないから、かえって頭手放し生命実物そのものに覚めて迷いを名簿を超えた生命実物として代語するのが諸仏である。反対に悟りを自己の思惑内に手ごめにしようとして代名してしまうのが修行というものである。さらに悟りの上に悟る人もあり、迷いの中にまた迷う人もある。それで生命は深さである。それで今度は第5段、第6弾、あ、今の第5弾のをちょっと読んでみると、このように名簿を別存在として迷いの側から悟りを仰ぎ見るのではなく、かえってただ名簿を超えた生命実物を悟るのが諸仏なのだから、諸仏がまさしく諸仏であるときは自己を外部的に観察して自己を諸仏だとあえて確知する必要はない。しかし実物している諸仏であり、あらゆる行為において仏の実物をしている。
例えば心身を持って色を見声を聞くのに親しく捉えられてあるとき、それは根然たる一つの純粋生命現状であって、映すと映されるの二つがあるわけではない。鏡に影が映るごとくでなし、水に月が映るごとくではない。一方が実物しているのを一方がこれを見ているというようなものではない。二つに分かれる以前の杭の実物のみである。そのように諸物が諸物たるとき、自ら諸物の実物をしていくだけである。まあ、この道元禅師の美しい文章に対して、この私の役がいかにその誇りっぽいかのゴミっぽいかね、だけれど、まあこれしかしね、現代人はみんな誇りっぽい、ゴミっぽいんだから、こういうゴミっぽい文章を書かないとわからない。道元禅師のその点文章は本当に清らかに澄んでる。それに対して私の文章はいかにもこれ自分で書いてるのがゴミっぽいなって思うね。だけど私の文章、この意訳読んで、だから清らかな文章をよく味わってみてください。それから第6弾、仏道を